はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガリユニバース、今回はストーリーモードを見ていきたいと思います。第1章の、第2話ですね、まあ、2話の1ということで、星読み神竜から、やっていきましょう。ちょっとまた一番下まで行って、ストーリークエスト、星読みの探索。もうなんかここら辺のストーリーちょっと忘れちゃったな。どんな話だったっけ。新たな戦士を仲間にした、まあ、前回のブラックのことが、グレイブとは一体何なのか。確かなことは何一つ分かっていない。だがこの数年世界各地で起きている魔獣による被害を食い止めるには、グレイブに囚われた異界の戦士たちの力がいる。そのために投資団を作った。今は真実を知るためになすべきことをなす。それが星読みの救出。トラハザの獄に囚われているシンドゥはデイの国の学士だ。固有名詞が多くてわからん。ヨハンネス学派の権威ジン・ダーハオの弟子としても知られている。ヨハンネスは普通にロマサガスに似たよね。学派があるんだ。今は真実につながる糸をたどる。シンドゥはその一端。頼むぞポルカ、必ず星読みを奪還してまいります。国の状況が今どうなってんのかよくわかんないんだよね。あれがポルカリンウッド。ダーハオが著した記書に書かれた天命を持つ者。カルマン、庭にレオ、お前に話したいことがある。ここら辺のゼノンとかカルマンはいずれ使えるようになるのかな。今のところは出てきてる感じはしないですからね。では奪還の旅へということで、一応この、第2話の1に関しては、ヨハン、ウルピナ、レオン、ウィンディなんだっけ、スービエで行こうと思います。ここから見れるのかな。あ、見れるね。ヨハンとウルピナと、レオンと、ウィンディと、これ前回手に入れたあのサンタウィンディですね、せっかくなんで使っていきましょう。ちょっとだけさすがにねレベル1っていうのは怖いんで、洞窟で2回戦わせて経験値1000くらい手に入れて、今レベル10いくつかな。で、スービエも、入れていきましょう。せっかく手に入れたので。全然使ってないですね、スービエとか。よし、じゃあこれで戦闘に行きます。パーティー勢力が5000ちょっと。5000ちょっとってどうだっけ。まあ、そもそもね武器とね防具は揃えてあるんで、まあ、大丈夫だとは思うんだけどね。で現状ですね、ヨハンはコークスキルだけ覚えてる。ただコークスキル結構強いんだよね。でウルピナはつむじ風まで全部覚えてるのかな。ただつむじ風って1列なんで威力がちょっと弱いんですよね。でみじん切りの方が単体の方は強いと、まあ、通常攻撃でいきましょう。レオンがライトボールと残像剣だけなんでちょっと火力がだいぶ低いですね。でウィンディは入れたばっかりなので弓しかない。でスービエはなんかスイングを覚えて、ただスイングも敵全体攻撃なんでちょっと威力は低めですね、まあ、この話を進めていく上で覚えてくれればいいんだけど、敵は弱いね。やっぱボスでどこまで与えられるかなんだよね。ここら辺本当多分火力が低いんで、通常の敵はねいいかもしんないけど、ボスまでにもうちょい強い技を覚えてもらいたいけど、だったっけ。さっきあんまり見てなかったな。では、ストーリークエスト海を越えて、終わりがちょっと見えないからね。まだまだ話のグレートアーチに築かれた都市国家トラハザ。あ、グレートアーチにあるんだ。裏社会の顔役ドン・スカチーニ、ファミリーの拠点。このまま乗り込みたい。そんなやわな組織ではない。ファミリーの資産はロワーヌ公国に引けを取らぬ。一国に引けを取らぬってすげえな。何をやってそんな大金を。帝国メッサーナに敵対する国や武装組織に武器や兵器を売りさばいている武器商人。
あらゆる兵器で防衛がなされている上に奴は魔獣を手なずけている。魔獣って手なずけられるもんなんだ。それにしてもわずかの間にこれほど多くの戦士を仲間にするとは。ゲラハとかもそうなのか。ゼノン様が見込んだだけのことはある。そなたの進化が問われるのはこれから。心して任務に当たれ。まあよくみんなこっついてくるよね。柔軟性があるというか。スービエとかさ、なんか歩くの大変そうじゃない。いやむしろ足がいっぱいあるから歩くの楽なのかな。ウィンデは飛んでるからね。いいとして、刀軍団ちょっと通常攻撃でいけるかな。600、あ、ウィークか。うん、全然いけるね。陣形スペキュレーションになってるからね。戦闘3人が早いんだよな。欲を言えば後ろの2人にちょっと技を覚えてもらいたいから攻撃をさせたいんだけど、スービエまで出番が回ってこないね。ウィンディヒットミット60じゃん今見たら。いや、 やっぱり武器が強いから全然楽勝だね。まあこれここら辺のものは全部レベル上げに使いましょう。今ね S ランクの武器が欲しいんだよね。まあ、A ランクの武器を基本プラゴにしてるんだけど、 S ランク武器を1個も持ってないんで。俺がいた世界にもドフォーレ商会なんていうヤバい組織だった。ドフォーレ商会も潰れてんの。話を聞く限りそのスカッチーニとかいう野郎もなかなかのもんだ。裏の顔は武器商人、表では慈善事業もやってる。まあよくある話だな。金と名誉を欲しがる。スカチーニ屋敷への道は海底トンネル。一本道ならここだけ分厚い守りを敷けばいい。すでに我らの侵入は敵にバレている。魔獣がよだれを垂らして待ち構えているかも。時が経つほど不利になる。急ごう。こいつをドリルでなんとかならないの。バルド。で、海底トンネルに行きましょう。まあ、ハードモードをねやると確かに A ランクの武器はポコポコ手に入るんで。あとはベリーハードも解放して、ベリーハードでやっぱり S ランクの武器を手に入れていかないといけないかな。お、なんか覚えた？よーし、真空切り。あ、こいつも真空切りか。ポルカが真空切りなんだよね、最強技。そう考えるとな、デオンとかまあやっぱちょっと微妙だよね。まあ、A ランクキャラクターでも全然進んではいけるけど、やっぱり高難度クエストになってくると火力不足が目立つよね。だから A ランクキャラクターはまあレベル30まで育て上げるのがねそんなに苦労しないんで、まあ技とかの継承要因かな。やっぱりメインキャラは S とか SS で使っていくのがいいと思います。私も、あ、じゃあね、今もって言ってたか。ちょっと会話勝手に進んだんだけど、8つの星。ああ、8つの星ってあれか。ゼノン様の直系の祖とされるミカエル、妹のモニカ、従者のカタリナ、ゲッシアの竜巻と呼ばれたハリード、シノ村の勇士たち、トーマス、ユリアン、で、エレン。300年前、世界を襲った厄災を退けた英雄たち。一つ足りないと。なぜだか一つ明らかにされていない星がある。八つ目の星がある。うん、知らんと。
私は英雄なんかじゃない。どっから来たんですこのエレンは。魔貴族とかのアビスゲートを封じてから来たんだったら結構強いよね。まあ、いわゆるサラの話がちょっと抜けてるというとこにはなってますね。じゃあ洞窟の奥に進んでいきましょう。で、引けるところまでは、まあ、通常攻撃で進んでいきます。順番は決まってね、やっぱり前3人が攻撃が早い。敵が次は5体出てくることってそうそうないよね。あ、今一発では倒せなかったな。このヘビが若干強いか。よし、ヒットポイントアップ、ランクも上がりそうだな。ソックスはね、素早さが上がるから、まあ、体術系のキャラに装備させるのが結構いいと思います。目的地はすぐそこ。なるほど、では我らの前におられるエレンさんはまだ英雄になる以前ただの開拓民。トーマスならまだしも私はユリアに世界は救えないわ。いろんな出来事や経験が人間を成長させていく。コーデリアってどっちのコーデリアだ。生きてるのか死んでるのか。まあいいや。ザ・ドラゴンの血、多くの経験と苦しい修行を積んだ。それはお目に才能がねえからだろう。才能が服着て歩いてるような男は望まなくても勝手に祭りに、みこしか、みこしの上に上げようとしやがる。トンネルを出るぞ。ゲンさん、腹黒マフィアとご対面。ここはボスがいるね。ま、大丈夫でしょう。野党か、こいつもちょっとヒットポイントはあるかな。でもヨハンだったら、あ、一撃で倒せない。まあいいや、所詮は一体だ。これで BP は結構溜まったんで、ザンが効くね。それは助かるな。コークスクリューのみじん切りの真空切りの弓これやりていこう。2ターンで片付けられるかな。あ、1ターンで片付きそうだな。いや、ギリギリ倒せない。まあ、あと攻撃で OK でしょ。いやー、後ろの2人がちょっとね、技を覚えてくれないとね。あれってボスを倒して2に続くと、いう感じか。まあ、とりあえず前回は第1話を、一気に2つ見ちゃいましたけれども、1つずつ見ていきますか、今回からは。いわゆる1タブずつというわけで、じゃあ第1章の第2話の1ですね、終わりましたので今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。